再開いたします。小谷浩史君。小谷浩史君。はい、沖縄自民党小谷浩史でございます。最後ですから、自民党ではですよ、自民党では最後ですのでよろしくお願いします。30分程度で終わりたいなと思ってますので、よろしくお願いします。知事、9月の選挙再選おめでとうございます。引き続き県政を運営することになりますが、私は少し不安を感じているところもありましてですね、所見で少し述べさせていただきたいなと思っています。その理由というのもですね、国との対立をこの2年間ずっと感じてきたんですね。それを受けてどうもこの沖縄振興計画、これがですね、これの大型プロジェクトが前に進まない、それはみんな感じてるはずなんですね。だからこの地帯をどうするのかっていうところは、真剣に知事を先頭に皆さん考えていただけなければいけないんじゃないかなと思ってます。実はね、平成2年ですか、当時太田県知事がおられました。でもね、太田知事も自民党側ではなかったですけども、そこに副知事の吉本さんって人がいたんですね。うまいこと政府と話し合いをしながらことを進めてきた。だけどこの県政見てるとそれが全くないんですね。で、民主党が国で政権を取ってる時もですね、中山さんは一生懸命この民主党と掛け合ったりしてるのを僕は目の前で見てきたんですよ。だから政治は選挙は選挙でいいんですけど、お互い の主張はいいんですけど、しかしこれ県民がいることですから、なんとかその突破口だけはね、測っていただきたいな、考えていただかないと、これ、そのままにするわけにいかない。効果不効果、尾長さんの時にもですね、揚田さんがそこのそばにいて、一生懸命官房長官とやったりもしていた、そういうのもあるんですよ。だからそこはね、しっかりとやっていただかないと、この状況をそのまま捨てておくわけにもいかない。僕はもうあと10年でこの振興計画は終わると思ってます。70はない。ということは10年の中のね、4年を失うんですよ。この4年というのは大きいんですよ。皆さんね、普通に考えてわからないと思いますけど、沖縄県、僕はしょっちゅう 県道の話もしますけど、10億の県道を作るのに9億は補助ですよ。他の都道府県は10億の道路工事に5億しかもらえないんですよ。 50% ですよ、他の都道府県は。沖縄県は 90% もらってる。これがあと10年しかない。この10年で仕上げないと大変なことになるということはね、そのところはね、しっかりと理解をして進めていただかないと、これなかなか厳しいなと思ってます。それではね、知事に質問をさせていただきます。知事の政治姿勢について、知事は今度の選挙で勝った要因はどこにあると思われていますか。知事、玉城デニー君。今回の県知事選挙は、私の4年間の取り組みや成果に対して県民の信任をいただいたという結果と受け止めております、認識をしております。選挙戦においては県経済と県民生活の再生、子ども、若者、女性政策へのさらなる支援の充実、そして辺野古新基地建設反対と米軍基地問題などを訴えたことが県民に届いただろうというように、受け止めていること、そして新沖縄21世紀ビジョン基本計画の着実な推進や、誰一人取り残さない社会の実現についても、多くの県民に理解をいただき、私がそういう方向性で取り組んでいこうという姿勢を、改めて多くの県民の皆様から支持をいただいたものというように受け止めております。小谷浩史君。父がね、政治を離れたら僕は嫌いじゃないんですよ。政治的に対立してるからという形でこんな話になってますけど、実はね、ここは一つ分かってほしいんです。今、知事が述べられたことは確かにそうなのかもしれません。
しかし、4年前に取った票から6万票落としてるということもまた事実なんですよ。だからこの6万票は何だったのか、この4年の県政運営の中で、たびたびいろいろ失態を繰り返されてきたことがね、この6万票に返ってきてるのではないかというようなことも僕は感じながら、それをまあ、これはね、応援したとかしないとかの問題ではなくて、ぜひこの県政、これ、誰が何と言ったって、知事がこれ引っ張っていかないといけないわけですから、この4年間は、そこはしっかりお願いをしたいと思います。で、2番目に質問しますけれども、今度ね、振興計画で知事が、これだけは目玉だと、振興策の中でもこれが一番中心だというものは何ですか。企画部長、山秀樹君。はい、お答えいたします。新沖縄21世紀ビジョン基本計画は、沖縄県の自主性と主体性のもと、沖縄の優位性や発展可能性を存分に引き出すことで、21世紀ビジョンに掲げる県民全体で共有する沖縄将来像の実現と、雇用課題の解決を図り、産業の DX 導入による県内企業の稼ぐ力を強化するとともに、雇用環境の安定を促進するなど、本県の実質的発展と県民一人一人が豊かさを実現できる社会の実現、これを目標としているところでございます。小林君。僕も聞く耳を持ってる方ですけれどもね、部長ね、早口なのか自分だけが分かればいいと思ってるのかどうか分からんけど、みんな聞いてるんだから、相手に聞かすつもりで話をしてもらわないと、こんな話し方ではね、キャッチボールになりませんよ。もう3番4番一括して、知事に質問しますけどね、僕はここで部長と議論するつもりはないんです。少なくともこの政治姿勢では、少なくとも知事とこれはやるべき話だから政治姿勢なんだ。3番の知事の考える沖縄の将来像をお答えをいただきたい。どこが、最終目的地なのか、そしてその将来像は、今までのやり方で実現できるのかどうかも、ついでにお聞かせください。知事、玉城デニー君。まず、平成22年3月、県民の参画と共同の下で策定されました沖縄21世紀ビジョンにおいては、県民が望む5つの将来像として、沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島、心豊かで安全安心に暮らせる島、希望と活力にあふれる豊かな島、そして世界に開かれた交流と共生の島、多様な能力を発揮し未来を開く島を掲げています。2022年から、新沖縄21世紀ビジョンがスタートしておりますが、先ほど、部長から答弁をさせていただきましたが、この5つの将来像と、社会、経済、環境の3つの側面を組み合わせ、SDGs の理念を取り入れて、さらに、ブラッシュアップしていく形でですね、将来像を目指していく、その中には、やはり、県民全体で共有する沖縄の将来像の実現、固有課題の解決、さらには DX などの先進的な技術と人材を育成していって、より未来型の、共生の島という方向性を新たにこの新沖縄21世紀ビジョンで打ち出したところであります。ですから、そういうように、その現代社会におけるさまざまな技術の革新と人材の育成を方向性を示しながら、やはり経済の振興と県民生活の暮らし安定を実現していきたいというように思います。小林君。知事ね、これはね、前の企画部長、総務部長が書いたやつだ、振興計画の中に書かれてるやつで、僕はそういうことを聞いてるわけじゃなくて、例えば今、沖縄が非常にダメになっていった、僕は一つの要因というのは、実は核家族化だと思ってるんですよ。僕のね、政治家としての最終的な夢は、3世代住宅をどうやって作っていくかということが、僕の最終的な着陸地で、そうすることによって、1世帯あたりの家族の収入というのは、多少なりとも上がっていく。子どもたちの孤食がなくなる、そういうことをすべて、そこでやっていくことがとっても大事なことでは僕はないのかな、まあ、今言うのは我々も知ってますよね、5つの目標だとかっていうことも知ってます、これだけは俺やるんだっていうような強い思いがあるものがありますか。知事、玉城デニー君。議員がおっしゃっていらっしゃるご案内の3世代一緒に住めるというのは、これは
従来の沖縄県民が家族を大事にするその県民性であったり、あるいはお互いが支え合いながら生活を共にしていくことによって、その世代が永遠とつながっていくという方向性です。それは何かというと、やはりお互いが信頼し支え合える、そういう社会を作っていきたいということが三世代同居という中に含まれているんだろうと思います。私も全く同感です。誰一人取り残すことのない沖縄を作りたいというのは、まさに議員のおっしゃるその家族間であり、社会間であり、あるいは企業間である、さまざまなステークホルダー、お互いは関係者であるという考え方で沖縄県を支えていきたい、作っていきたい、そしてその中で子どもの貧困を解消し、人権を尊重される沖縄の社会を作っていく中で、将来を希望のある沖縄へとしっかりと作っていきたい、形づけていきたいという方向で取り組みたいと思います。ごめんよし君。いや、ですからね、それが振興計画の中に入っていかなければいけないです。これはね、玉城デニー知事がこの4月初めて作った振興計画、これ間にその時じゃなければできない知事というのがいるんですよ。それがまさに玉城デニーだったわけですね。だから私は今それぐらいの気持ちがあるんだったら、3世代作ろうじゃないか、3世代で住んでるようなあのお家は固定資産税半分にしようやと、それぐらいの気持ちがないとダメじゃないですか。それともう一つ、僕は前から言ってるんだけど、全国の、いいですか、全国の、一戸建て住宅に住んでるのが、沖縄は全国で第2位ですよ、下から。一番が東京だ。福岡でさえ 48% は一戸建てにいる。沖縄県は 36% しかない。他の、 九州の都道府県なんか 65% とか 66% ですよ。これで3世代を目指すという方がおかしい。だから過疎地域のことを僕やってきたんですよ。そうじゃないんですか。だから政策が一貫していかないといけないんです、政策は。そういう思いで質問をさせていただいてるんですよ。その中で復興にも教育長になった方がいらっしゃいますけども、今本当に教育関係をね、非常に厳しい時期だと思いますよ。どう考えたってね、学力の低下、教職員の離職、休職、新たな給食費の財源確保、子どもの貧困、不登校の問題、局長、所見をお聞きしたいんですけど、これだけ難問の中で教育長になった気持ちを。教育長、半峰光君。はい、今、議員のお話からですね、非常に厳しい中での学校教育の推進というふうなお話がありましたが、やはり私はこの今、お話があった不登校いじめとさまざまな課題がありますけれども、その中にあってもですね、沖縄の子どもたちがしっかりと夢や希望を持ってですね、自分の将来、それをしっかりと実現できる、そういった子どもたちを育て、支援していくこと、これが重要であるというふうに考えております。その思いで取り組んでいきたいと思います。よろしく。教育長ね、これだけは経験上言わせていただくんですが、これ全部やろうとしたら無理ですよ。僕はこの自分がやってる間にこれだけやるんだという気持ちを一つ持って、後のものは後のものでやりながら、ここだけは解決するんだという気持ちがないと、これ4つも5つも解決できない。だからそのことだけはね、頭の中に入れて質問しますけど、県立高校を順調に運営されていますか。教育長、半峰光君。はい、お答えします。今県立高校においては、生徒育成方針、教育課程編成方針、生徒募集方針の3つの方針、スクールポリシーといいますけれども、それを定めて、授業改善や学力向上の取り組みと推進して、学校の特色化、魅力を図っているところであります。その中において、進路面では、国公立大学合格者、増加しております。また、就職内定率も向上しております。また文化面、スポーツ面での生徒たちの目覚ましい活躍もございます。一方で今議員からご指摘がありましたとおり、この離島北部地区等の高校の定員の割れの状況、あるいはいじめ不登校等の生徒指導、あるいは貧困の課題と改善すべき課題もあります。しっかりとですね、生徒の学習意欲を喚起し、その可能性能力を最大限に伸ばすために学校の取り組みをですね、教育委員会として支援してまいりたいと考えております。小林君。
僕もね、文教構成委員長をやってた時期もありましたから、十分中身は分かりますよ。でもね、教育長ね、今華やかなところ、いいところを言っている、まあ、これはね、大事、これはもっと伸ばそうということは大事、しかし、今ある問題は、目をつぶっちゃいけない、そこですよ、問題は。久米島だとか、辺土名だとか、そういう高校が順調にいってますか。あなたが言うように、学力も少しずつあるけど、伸びてきてる、しかし、それを教える先生方は、離職、休職、夢がない。先生方自体が夢がないのに、子どもたちが夢持てますか。でそういうことを言ってるんです、僕が言ってるのは。ですから、今とりあえず、私はね、まあ、かねてからずっと持っていた、もうね、県立はやめて、県立高校は60校ぐらいにして、私立の高校60校ぐらいにしたらどうかと、競争力を利かせて、僕は今、あなた方がやってる 4K の、高校でもね、僕は成功してると思ってないよ。だからそういうのをね、しっかりと抑えていくことが大事だと思ってるんです、僕は。この県立高校の定員割れどうするの。教育長、半峰光君。はい、お答えいたします。まあ、県立学校、高校においてはですね、まあ、近年の少子化や生徒のニーズの多様化など、さまざまな要因によりまして、定員割れが生じているものというふうに考えております。これまで地域の特性を生かした特色ある学科コースの設置、研究施設を中高連携に伴う教員の加配など、学校が活性化するさまざまな支援を行ってまいりました。引き続き地域と連携をしまして、生徒保護者のニーズと考慮した、やはり子どもたちが通いたいと思えるような魅力ある学校づくりをやはり進めていく必要があるというふうに考えております。小林君。もう2月、6月、9月と3回目です。僕は久米島のことが非常に気になっていて、さっきも言ったように、その3世代で一生懸命住んでる子どもたちが取り残されてるように感じるわけですよ、久米島高校の生徒がね。さっき言ったように、教育長が今の任期中にやらないといけないのは、久米島高校に120名の、ね、県立の寮を作ることです。そしたらあそこの過疎は少しは止まる。過疎対策とセットしてそれをやることですよ。それとね、もう一つ、教育長ね、県警本部長ね、僕は言わないけど、2人で後で相談して、少年院から出てきた子どもたちのね、教育、これ、再犯率 75% ですよ。ね、お家に帰ったらまた友達が来て、そこでまた事件を起こす。そうじゃなくね、この子たちはその少年院にいるときに、勉強ってこんな楽しいのかって思ってる人たちもいるんだよ。僕は直接聞いたけど、こういう人たちをお家に帰さないでどっかで勉強する方法はないのかな。どうですか。それを定員のこの定員割れに対策できないの。教育長、半峰光君。はい。今、さまざまな問題を抱えてですね、そういった行動を起こす青少年がいるということは理解しております。まずはやはり学校においては、そういう子どもたちを産まないということが重要でありますので、中学校、高校、一貫してですね、連携して、そういった子どもを出さないことがまず大事であるというふうに思いますが、まあ、そういう子どもたちが再度ですね、挑戦をしたいというときにはですね、しっかりと、まあ、県立高校、今、定員割れの状況もありますので、まあ、高校入試というふうな制度がございますが、チャレンジをした際には、できるだけ学ぶ意欲があるという子どもたち、そういう子どもたちをですね、ここに受け入れて、成長をですね、支援していきたいというふうに思っております。小林君。知事は誰一人取り残さないって言ってるんだから、やらなきゃだめだよ、県警とタイアップをして、もうね、ほとんど飛ばそうね、あと5分しかないから、大事なことからやっていきます。沖縄県の酪農について言わせてください。これ、昨日もあったんだけど、酪農乳牛の、ね、農家、これ、現状は、ね、どうなってますか。農林水産部長、崎原森光君。休憩お願いいたします。県議、あれですか、数ですか、現状ですか。休憩いたします。休憩取るの、休憩。現状。現状。お願いします。いいですか。大会ですか。
再開いたします。農林水産部長、酒屋森光君。県内の酪農家につきましては、牛舎周辺の住宅化が進むことによる畜産環境問題への対応に加え、生乳取引価格の据え置きによる経営収支の悪化等の課題があります。また今般ではコロナ禍の休校による学校給食用乳の出荷停止や、ウクライナ情勢等による飼料価格の高騰等などにいまして、さらに厳しい経営状況となっております。以上です。小林君。この農家は非常に苦しい思いをしているんですね。6月の補正は出ましたか、お金、農家に。6月で我々がここで決めたもの。休憩いたします。再開いたします。農林水産部長、酒屋森光君。酪農生産基盤維持緊急支援事業、これ、6月補正で対処しましたけれども、これにつきましてはですね、農家説明会を9月にしておりまして、有料乳幼牛の導入、これが通常12月ごろに導入されますけれども、それ以降、速やかに支援がなされます。それ以外にも、配合飼料の支援がございますけれども、これは農家の説明会を8月から9月ごろ行いまして、申請があり次第、おそらくこれは1月以降になろうかと思いますが、支援がなされる予定でございます。それから、粗飼料の価格高騰対策、これは10月に説明がなされまして、農家から申請があり次第、これはまた迅速にこれも支援をすることになります。以上です。よろしく。部長ね、こんなごまかしたらダメだよ。最後に出した、粗飼料、これが6月の、我々が、可決したやつでしょ。これがまだ10月になっても出てないんだよ。燃料の高騰、ウクライナ問題、そして為替の問題、この3つで、2万5000、トン当たり2万5000円上がってる。僕は先週の土曜日も会いました。大体月に1回ぐらい会ってますよ。この人たちと。この人たちが言ってることが何かって言ったら、僕こういうことを聞いて本当に失礼なことを言ったなと思ったのは、先週土曜日、1年間の年収、今年どれぐらいになったんですか、50万ぐらいまで落ちてるんですか、100万ぐらいですか、小屋さん、赤字です。自分たちが餌を買ってるのは借り入れをして買ってるって言うんだよ。そういう人たちのお金を6月に決めておいて10月の支給しない、こんな話がありますか。寄り添ってないんだよ。どうも。農林水産部長、酒屋森光君。粗飼料の価格安定対策について補足して、説明いたします。6月に今補正予算を通しまして、8月から9月にかけまして県酪などとの事情調整、10月3日には農家説明会、そしてこれから農家から申請が間もなく、あろうかと思いますが、その後は迅速にも手続きをして支援、助成金を交付する予定でございます。以上です。ごよろしく。6月で補正で決まったものが8月9月県酪との調整っていう、この1ヶ月半は何ですか。いいですか、我々は政治家として、知事、政治家として我々は相手の陳情を聞くときにはどうかしなければわからないんです。意味が、話を聞くだけだったらいくらでもできる。しかし陳情っていうものは、相手が困っているものに寄り添って話を聞いて、それからこれが正しいことなのか、そうじゃないのかということを答えを出していくのが我々だ。今のペースでやってたら、農家は全滅しますよ。現に先週土曜日、ある農家から僕は言われたんですよ。年内持たないと思いますよ。企業でやってるところは持つ。普通の個人農家はほとんど潰れると思いますよ。もうこれ以上お金も借りられない。この借りたお金が返せるかどうかもわからない。このことを知事、どう思いますか。知事、玉城デニー君。県内酪農家の厳しい経営状況については、先ほど来、部長も答弁をさせていただき、議員からもご指摘をいただいている状況だと思います。県庁としましても、この
現落との調整など多少時間はかかっておりますけれども、必要な手続きの前のための取り組みでもありますので、できる限りそれが整えば、至急迅速に支給をしていきたいというように考えています。小林君。部長ね、もう10月だからね、10月末と言わずに来週にでも再来週にでもこれは早めに支給すべきだと思いますよ。そうしないとね、本当に昨日電気量の話はしてたけど、そんなレベルの話じゃないよ。毎日毎日草をあげてるものを毎日借金をしてあげてるんだよ。その草の代金、債権をあなた方出さないんだよ。まあ、もう一人わわしてるのもいるけど、そこら辺はね、しっかりと考えてやっていただかないと、これは県のって本当に苦しい思いをしてるっていうのも本当に肌で見て分かるんですよ。かわいそうだな、知事が一声かければ終わるけどな、そういうレベルですよ。そういうことはね、しっかりと知事、この酪農組合と会ったことありますか。俺より興奮すなよ。入っております。今マイクはやってなかったんだよ。県諾組合長が開会いたします。知事玉城デニー君。大変失礼いたしました。そのような陳情に受けてですね、さまざまな要望を聞かせていただいています。小林君。膝交えて本当に会ってください。そしたらそのことが分かれば直接農林水産部に指示が飛ぶはずだ。これは僕は邪魔してるの後ろで総務部長じゃないか、あなた思ったりもするよ。お金出さないのはなんか嫌がらせしてるのかなと思ってですね、もうこれは自分の思いだけですからあんまり気にしないでください。現在このね、9月から3月ぐらいまでだいたいね、学校の牛乳がねだいたい540トンぐらいなんですよ。でね、学校の牛乳以外がだいたい1200トンぐらい、これね必要としてだいたい1700トンぐらい。ところがこの9月のね、昨年言ってどれぐらいかって言ったら1200トンですよ。500トン足りない。これよりもっと落ちていくんだよ。そこだけはね、しっかりと、学校給食のためにも沖縄県民に、おいしい牛乳をあげるためにもぜひそれをやってください。で、皆さんが資料、総資料はね、あれは今年の4月、4年の4月に出したものをベースにしてやってる。あれからもう30円上がってる。今月でどん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 上がってる。だから去年の4月と今年の4月の差益であなた方は金額を請求しているようだけど、もうすでに上がってるよ、それ以上に。そこだけは分かってくださいね。最後に国立自然史博物館のことをちょっとやります。もう全部まとめてやりましょうね。知事、この自然史博物館を作ることで沖縄にどういうメリットがありますか。休憩いたします。再開いたします。知事玉城デニー君。はい、国立自然史博物館が県内に設置されることによって東アジア、東南アジア全体の自然史科学の研究、人材育成の拠点、そして我が国の国際貢献にも寄与すると考えられますし、なんといってもこの、自然史博物館を通してですね、観光から教育、人材育成、幅広い分野にさまざまな波及効果で取り組むことができるであろうというように期待しています。小林君。その通りですよね。ですから、もっと力入れてほしい。いいですか。これが沖縄に来るんだったら、間違いなく全国の修学旅行、沖縄オンリーですよ。中学生も高校生も。そしてバス協会、タクシー協会、いろんな意味で総合的な経済対策ができる。で、最後に言いますけれども、
基地の町が沖縄じゃないんですよ。基地の島沖縄って見られないんじゃない。国立自然史博物館が来て、研究員が200名も300名もそこで常駐して研究するんだ。だから沖縄県というのは研究機関がみんな集まってやってる島なんだっていうような島のイメージを変えていくことにも寄与するから、そこのところは、最後の決意表明を知事からお聞きしましょう。知事玉城デニー君。はい、現在の、オイストにも、さまざまなその関心とそして期待が寄せられております。この国立自然史博物館ができることによって、研究の内容も、議員ご案内のようにさまざま広がっていき、そこからいろんな連携も生まれてまいります。ぜひ基地の返還も早急に進めていきながら、そのような未来志向の島を目指していきたいと思いますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。基地の話を僕にしないで。じゃあどうもありがとうございます。